それでは最後の企画になりました日文圏の取り組みデジタルコンテンツのご紹介に移りたいと思います。日文圏は様々な貴重図書や研究資料を所蔵しております。日本研究に関するネットワークの構築にも力を入れており、こういったものを研究資源として蓄積しております。近年はこれらの研究資源をもとに多様なデジタルコンテンツを開発しています。それぞれの苦労話がありますので、本来でしたらそういった担当者の教員スタッフにこの場で熱く語ってもらうのがいいのですが、今日は広報委員長の安井と副委員長の磯田先生にお願いしてご紹介をさせていただきます。こちらの方で順番にご紹介していきます。こちら近世紀絵入り百科事典データベースです。江戸期の、本邦初の絵入り百科事典金毛髄の、データベースになります。で、例えばですね、私が出産の研究をしているので、まあ、エナとか、包帯とかですね、まあ、胎児とかそういうものに関して検索したいなと思って見ていますと、こちら包帯ということで、まあ、エナの説明が載っております。で、こんな風に絵入りですので必ず絵がありますから、これを見るだけでも非常に楽しいんですけども、今回はですね、この金毛髄の3番比較ということで、それぞれ金毛髄の20巻、当初造法金毛髄、当初造法、金毛髄体制など、版を重ねていきます。で、この版については、その愛のところをですね、クリックしていただくと、いつ刊行されたかというふうな情報とともに、出てきます。で、これが可能になったのが IIIF という、この国際的に、一緒に情報を共有していこうという、こういう動きの中で出てきたものですので、IIIF のソフトを使えば、こういった形で並べて見ていただいたり、タグ付けしたりということが可能になってきております。ですので、皆様もこの金毛髄の3番比較を見ていただきましたら、どんなふうに絵が変わってきたかというのも、並べて見ることができるというわけです。なんかいろいろ利用できそうですが、いかがでしょう。いいですね。ちょっと月見せていただきます。これで感動前からしてたのが、その月見をやっていただくと、天体や宇宙観をどういうふうに頭の中に前近大臣が持ってたか、特にこの江戸時代の初め1666年ですから、特に月食のとこみたいですね。こうする、うさぎさんがいるとも思ってるんですけど、これ見てください。月の影が太陽で映るっていう認識は、これでみんな見てるんで、太陽と月の、地球と月の関係、月食が起きる関係は、もうすでに1666年でいくらでも見られる状態に日本人はあったということがあるんですね。なかなか面白いですね。次行きます。いや、他にもちょっといくつか聞きたいですけど、時間の関係で次のデータベースに移ります。はい、遠本資料データベースにつきましては、もう何度もご紹介させていただいてます。去年の9月に、年齢制限をもうなくしましたので、皆様、登録もせず、すぐにご覧いただくことができます。で、絵師一覧から検索、作品一覧から検索ということで、ちょっとまあ絵師、見てみましょうか。あ、たまるとか。はい。はい。そうですね。サムラちょっと見せていただいたり、はい、どんな風に映るかっていうのだけでも、はい、このような形で、順番にですね、小回りになってますので、はい、もう好きなところをパッと開けて、はい、非常に妥当なところを開けていただいた感じですけども、はい、このようにして、まあ、簡単にご覧いただけます。ありがとうございます。それでは続きまして、次のデータベースに移ります。こちら、古事類縁全文データベースということで、古事類縁はご存知の通り、この明治政府の一大プロジェクトでして、総ページ数6万7千ページに及ぶ、この見出し数4万3000、あ、間違えました。4万
354項目の大百科事典でございます。これをですね、全文、データベースを、データベースとして、テキストを見ていただけるというふうなことで、今着々と進んでおりまして、現在19,309ページですので、まあ、3分の1程度までいっているんでしょうか。早速。増えて嬉しくて、実はこの古事類園に、国家が作った、日本国家が作った百科事典としては唯一のおそらくもので、ただ欠点があるんです。何でしょう？五十音順じゃない。で、五十音順は公文庫、元高見っていう人が作った、公文庫でやるんです。だけど、このデータベースが全部完成すると、もうその、あいうえお順に並んでないことが意味がなくなる。なるほど。もう待ってるんです、私はもう。ちょっと興奮しておりますが。素晴らしいですね。はい、なんかやってみます。はい。例えば僕これよく使うのは、今、うなぎ百選って、うなぎの雑誌に、日本人はうなぎのかば焼きをどのように食べてきたかってんで、このうなぎってやるんですよ。ブワーって出ます。もうちょっと下行った方がいいかな。動物としてのうなぎが出ると同時に、こう食べるところ、これ料理中とか行くですね。かば焼きですね。いつからうなぎを裂いてかば焼き状態で食べるようになったのかってですね。とかどん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 出てくるわけですね。最初は宇治丸って言って、こう、丸いままで、こう、やってたのが、だんだん、かば焼きになると。豊臣秀吉を前田利家が文禄年間にもてなした時のかば焼きっていう、資料が古いってるんですけど、それが、もうちょっと、そうですね。これ、加賀中納言おなりきに、かば焼きうんぬんというのがあります、みたいなですね。で、これするともう、あっという間に、もう、スイカでも何でも、どういうことをやってきたか。学生時代は私、これを1ページずつ読むのが楽しくて楽しくて仕方がなかった。ね、これでしたらもう、いつ、どこにいても、見れるということで、ね、スイカも入れてもらいました。いくらでも出るわけですよね。まあ、こんな風にして、テキストを読める、で、しかも全ページですので、先ほどおっしゃったように、あいうえお順、並んでないものも、もう意味がなくなり、で、好きな用語ですぐに検索できると。まあ、こういうものになります。ちょっと自信を入れていただきました。ね、自信って言っただけで、いろんなところに自信が現れるのは、これ、そうですね。そうですね。どんなところで自信が生じたかともありますし、さっきの遠方の続きで遊女とかも出てきますよね。遊女の人たちが地震の時どうなったかとか、談笑まで入ってます。まあ、あれは項目を分けてるだけでしょうけど、そうすると、こう、地震の時にとか、まあ、呪落台が潰れてとか、その時に下女たちがどうしたかとか、こう、戦国末期の女性と地震とかいうようなテーマでどんどん島原の人たちはどうなったかとか、通常、その、違う視点からの地震研究とかもね、すごい。はい。非常にこう充実した記述の、この古事類園ですが、地震が出てきましたので、地震関連で、続いて、はい、ナマズエのコレクションに移ります。これもいいデータベース持ってますよね。ね、たくさん持ってて、日本でも有数のナマズエコレクションがこの研究所にはあるって。まあ、こちらも、ナマズは、この安政の大地震の時に、まあ、すぐに出されたという、もう一大ブームになったもので、で、まあ、要石であるとか、鹿島の神様であるとか、はい、まあ、こういったものも出てきますし、時期に治るよということで、はい、大地震の後に、まあ、世直しが、というふうな、まあ、本当に、まあ、庶民がどんな暮らしをしていたかというのも、垣間見れる、そして、まあ、絵で、表現しているというところが、まあ、非常に面白いのかなと思います。なんか立場によって、やっぱり同じように地震が来ても、大工さんは儲かる、左官さんも儲かる。うん、だけど、困るところもね、地震があると、大金持ちが家が焼けちゃったらとかいうなのを風刺して書くところが、ね、非常に。面白いところですね。そうですね。今はすぐ何でも不謹慎になってしまうから、とてもこういう絵は出せないと思うんですけど、うん、江戸時代の人たちはやった。はい。このナマズエコレクションもまだまだ、集めていきたいと、はい、思っておりますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。そしてこのような絵のものだけではなくて、先ほどの、
これはもう、はい、日記録の方です。はい、セスパンキーのお公家さんとか、はい、貴族の日記を出したもので、倉本先生がものすごく頑張って作ってくださって、もうこれも楽しいんですよ。あのキーワードのところにあらゆる動物入れてみるわけですね。例えば犬とか入れるとですね、平安貴族の日記の中で犬っていうのはすこぶる床下で死んでる死体の汚れを怖がるものであることがわかるんです。もう死ぬ死ぬ死ぬ、犬はそうでしょ。それで、あと、一方ですね、卵を食べてるかとか言って、卵とかやってみるんですよね。で、そうするとね、僕、鶏卵ももちろん鶏卵食べてるんですけど、公家の日記で出てくる卵ってのは意外とクジャクが多くてですね、クジャクをよく飼ってる状態っていうのが分かったりとかですね、このデータベースにあらゆるもの打ち込んで眺めてみることの面白さっていうのはもう、これ、もう本当にたまらないんです。すいませんが、なんかもっとお伺いしたいですね。はい、このように、データベースでさまざまな用語を入れ、あそこに磯田先生の解説がつくとなお嬉しいですが、なんかそんな企画も考えたいところでございます。ありがとうございます。他にもデータベースまだまだございます。これを一覧で、分かりやすくご覧いただき、また日文研がこれまで、講演会さまざまな機会を通じて、蓄積しまして、してきましたデジタルアーカイブ、こちらも合わせて、ご覧いただけるように、秋までに準備いたしますので、どうぞご期待ください。ありがとうございます。はい、担当者の山田昌司教授をオンラインで呼び出してみましょう。はい、個人類言データベースやっております山田でございます。これメドと言われてもですね、大変ここまで来るのに、これ2008年からやってますので、足掛け14年で、まあ、3分の1まで来てるっていう。で、何がネックかっていうと、やっぱり予算ですね。入力費用です。もう、入力の方法論的にはもう確立されておりますので、あとはそれを、まあ、実行していく、予算さえあれば、もう着実に進めていくことができるのですけども、まあ、今のところは、まだ、雨のある歩みのような形で、毎年少しずつ増やしていると。いう形でしか、まあ、できておりません。全部ある目処も今のところは立ってはいないということでございます。こんなお答えでよろしいでしょうか。ありがとうございます。予算だそうですので、はい、会場でも井上所長に目くばせでちょっとお伝えしておきます。本日は誠にありがとうございました。